東急五0系電車、初代、東急五0系電車、東急五0系電車は、東京急行電鉄に在籍していた、通勤系電車。1五十四年、昭和二十九年から1五十九年、昭和三十四年までに百五両が製造された。航空機の技術である、モノコック構造を応用した、長系量構造と、アメリカからの技術導入による、 最新鋭の伝送機器を兼ね備え、それ以前の日本の電車とは隔絶した、高性能と軽快な車体スタイルを実現た。下ぶくれの愛嬌ある、車体形態は、ライトグリーン、萌え黄色一色に塗装されていたことからカエルを伝送させ、青ガエル、アメガエルなどの愛称で利用者に親しまれた。ただし当初は東急では正式な名称として認めていなかったという、その後、 青ガイルに限り、東急でも使用するようになった。このライトグリーンは、当初透明感のあるサイドの高いものであったが、退色しやすいため後にサイドを落とした、濃い色が使用された。以降この色は、東急電鉄の構成者の標準色とされ、新生児から赤帯を全面に配していた8500系が登場するまでは、東急電車を象徴する色になっていた。 なお、工述する渋谷のカットボディの塗色は、往年の濃い色である。東急では1980年、昭和55年春に、東横線の運用から退き、大井町線での運用者も、その前年には、二子玉川へに駅西への乗り入れをやめている。なお、当時まで、大井町線区間も、田園都市線に含まれてい1986年、昭和61年までに、 全車廃車されたものの、1970年代以降は、地方の中小施設に大量譲渡されており、そこで運用され続けていたが、車両の老朽化と大手施設からの車齢の若い中古車の導入により、そこでの運用からも退いていき、熊本電気鉄道が保有していた最後の5101、英号車が2016年、平成28年2月14日に引退した。 夏季の4形式が製造された。1954年10月14日に公式、試運転が行われた後、東横線で10月16日に運用を開始した。五線系の3両編成が4本に達した後の1955年4月1日のダイヤ改正より、東横線に渋谷と桜木町を34分で結ぶ、急行の運転が再開された。当初は日中のみの運転で、 休行が終日運行されるようになったのは、同年10月1日からである。1957年5月から、順次、デハ5100型を組み込み4両編成化された。1958年12月からは、ラジオ関東、当時の放送を、誘導無線により受信した上で車内に流す試みを開始した。この放送は1964年に、取り留めとなり、誘導無線は、 業務用無線に転用された。1959年には区派5150型が登場し、デハ5000型に5050 50号が登場することによって、サハ5 0 5 0型は、サハ5350型へ改版された。最終増備車両は1959年10月に入線したデハ5120で5000系は、 合計105両となり、最長で6両編成を組んで運用された。1970年に、田園都市線から東横線に転属した7000系が、休行に使用されるようになったため一部が、田園都市線に転属した。1977年、昭和52年により、長野電鉄への譲渡が開始され、その後1980年、昭和55年には、 福島交通への譲渡など徐々に保有数は減少した。東急線では、1979年8月の、田園都市線、新玉川線、当時と大井町線との運転系統分離時に、大規模な車両の転配が行われた。この時点で、田園都市線、新玉川線は8500系に統一され、5000系は5両編成15本が、大井町線に配置された。一方、 東横専用は5000系が4両を2両、5200系4両を5000系2両のわずか12両だけの配置となっていた。翌1980年、8000系列の増備に伴って新玉川専用から、東横線に 8033F8035F の5両編成2本が復帰したことで、同年3月29日をもって、東横線における26年の活躍に終止符を、 大井町線では前日の1979年8月時点で全23編成中5000系が15編成と主力車両となっていたが翌年以降東横線への8000系や8090系の増備に伴い年出された初代7000系などに置き換えられるで1985年3月中に運用を終了した大井町線では五両全車電動車編成を組んだ こともある。メカマ線では、東横線の運用終了後に配属が始まり、1980年4月15日より3両、編成2本が運転を開始している。編成は、登場時と同じ MTM を中心に、オール M3 連も存在した。その後、メカマ線には、最大3両編成9本が配置されていたが、1986年3月から5月にかけて、 大井朝鮮から多数の7200系が転入したことで、同年6月18日をもって3000系よりも先に営業運転を終了した。同時に、東急線から5000系は姿を消した。最後まで残っていた504753545050の3両編成1本は、最後の1週間ほどの期間、5047号車に引退記念ヘッドマークを装着していた。 なお、池上線では、全長が18.5メートルの本系列は、入線できなかった、5200系は、入線実績あり。本系列の注目点の一つとして、当初から付随車を組み込んだ、MT 編成であることが挙げられる。直角カルダン駆動の大トルク電動車が、軽量なトレーラーを牽引することで、製造コストを低減できると同時に、 カルダン駆動用の高速電動機による瞬間的な消費電力をある程度抑制することが可能であった。この時期に現れた、いわゆる高性能電車においては、軌道加速度を時速 2.7kmS から時速 3.3kmS に引き上げるため、全電動車方式を積極的に取り入れる例が多く存在した。具体的には、 WN 駆動方式と小型手電動機の組み合わせによるもので、特に同時期の 1067mm 強気の私鉄によく見られる方式である。また、日本国有鉄道、国鉄のモハ90系電車、あとの101系も駆動方式が違うものの同様の設計理念である。なお、この形式では、東急5000系とは違い中空軸平行、カルダン駆動方式を採用していた。 しかしこの方式では製造費や給電施設の強化などの初期投資が割高で、急増し切迫する輸送需要に対応しなければならない状況では現実的でなかった。このため大半の鉄道事業者、国鉄を含むでは MT 編成の新車を大量生産する結果となった。本形式に採用されたペマイナス11系電動化無軸式抵抗制御機は後に 国鉄の CS12 形成魚機のモデルとなり、さらに改良されて、国鉄の電車用抵抗制魚機の決定版となる CS15 型へと発展した。アッペマイナス11形成魚機の制御段数は、直列12段、並列11段、弱め回、次3段、発電制動20段である。弱め回時制御は高速域のみならず加速を滑らかに、するため発進時にも弱め回時を使用する。 弱め会時起動装置が導入された。弱め会時は高速域でも当初使用されていたが、周期には発進時のみ使用されるようになった。モノコックの車体構造、いわゆる聴覚構造によるボディの軽量化は、航空機では一般的だが、鉄道車両用としての利用はその後も相模鉄道、五線系などの例があるものの、最終的にはあまり広まらなかった。これは、 丸みの強い形状のため通常の電車と比較しても断面積が小さく足元にまで局面が現れる構造で混雑時の詰め込みが効かないことなどが問題となった他である。またモノコックの性質上部分的な過重、応力には弱いために後の冷房化など設備追加を伴う大規模な改造も困難であったことが結果的に世代交代を早める原因となった。また 腐食、老朽によるダメージも通常より大きいものとなるため、整備コストの上がる、より大型の車体には導入しにくいなどの問題もある。このような理由から、鉄道車両において、モノコック構造の応用はあまり進まず、セミモノコック構造、順調角構造が多用されるようになった。当時、5000系の車重は、ステンレスカーの5200系より軽く、 経済性の面でも有利であると考えられていた。東急で運用を離脱した後に、旧型車の置き換えサービス工場のために64両が地方施設に譲渡された。これだけ大量の車両が譲渡された理由として、車齢が浅かったことのほか、軽量のため強梁など、重量制限のある構造物への支障がない、1M 方式のため単編成が組みやすいなどの特徴から、 地方施設でも導入しやすい車両であったことが挙げられる。しかし先日の欠点に加え、直角カルダン駆動の保守部品調達も難しくなってきていることから、京王電鉄3000系などに代替された。最後まで残っていた熊本電気鉄道の一両の運用も2016年、平成28年2月14日をもって終了し、最後は東急時代の緑一式の塗装に戻されて、 運用されていた、譲渡された車両すべてが運用離脱した。図書化変更で赤ガエルなどになった車両、中間車や戦闘車連結面側へ運転台が取り付けられて、切り妻型の戦闘車、平面ガエルとなった車両もある。以下に譲渡車両の一覧を記す。詳細は各社の記事を参照。なお、上記の譲渡量数以外に、 廃車車両の一部が部品取り用として譲渡されている。また、台車 TS301 が伊豆急行と西日本鉄道西鉄に譲渡されている。伊豆急には1982年に譲渡され、サッハ173.174がこの台車に振り替えられた。西鉄には1986年に譲渡され、宮地武市線、現、 海津河川の120系のカルダン駆動化に使用された。1991年に120型が廃車となった後は、天神大無田線から転属した600型に転用された。伊豆急、西鉄ともに現在では、台車は廃棄されている。デハ5001号は、上都先の上田交通で1993年、平成5年に廃車となった後、 生体保存のため東急に返却され、登場時の緑塗装に復元の上、長津田建築での保存を経て、東急車両製造の構内で保管されていたが、2006年、平成18年10月26日から、渋谷駅、八甲口で、車体工具をカットし、台車や床下機器を取り外した状態で、昔の渋谷駅の写真と共に展示されていい。なお、 松本電鉄に譲渡された車両のうち一編成が松田新村駅車両所構内に東急時代の塗装で生体保存されている上、熊本電気鉄道でも稼働状態のまま北熊本駅構内での保存が発表されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。